ね、1月22日土曜日、週刊ビッグゲームですね。今週はね、ちょっとお知らせです。ね、何のお知らせかというと、値上げ。商品の値上げですね。2月の1日からですね、もうあと何日だろう、22日だか、あと8日、9日、8日ぐらいか。あと1週間もするとですね、島の製品が、特にリールですね、リールが大体 8% ぐらい値上がります。でね、店頭売価で押しアジガーで約5000円から6000円ぐらいかな。あと、ステラか、ステラとかその辺の10万円クラスのリールが約1万円近くですね、9000円から1万円近くね、値上げになります。だからお買い求めをね、いただくんであれば、本当にもう1月中、シマノのね、リールに関しては1月中ですね。そこでね、抑えた方がいいですね。多分全国一斉値上げです。一律ですね。どこも値上がりしますんで、それだけね、ちょっと、抑えておいた方がいいですね。あとはね、うちで扱っているとすると、オーシャンフリークスキャプチャー。オーシャンフリークスのリールですね。レバードラグのリール。あれがね、一律 10% 超えですね。アップですね。今ね、60HG が7万6000円で売られているものが、3月1日より8万5000円になります。結構上がりますよね。9000円。だから1割以上アップしますね。で、50HG か。あれが、いくらだっけな、6万8000円が7万7000円かな。6万8000円で売られたものが7万8000円。7万7000円。で、スキュラ、ロット自体が、5万4000のものが5万5000円。だいたいね、全部平均で1000円アップですね。そんな感じです。でね、おそらくすべてのメーカーですね。釣り具メーカーね、すべてのメーカーがね、根本的に全部値上げしてくると思います。細かいね、メタルジグとかあの辺はね、ちょっとどれぐらい上がるのかっていうのはわからないですけれども、そういうね、こう、リールだとかロットだとか、そういったね、結構高額商品に関してはね、一律約ね、10% 近くね、上がってきますので、だからといってね、まあ、値段が上がったからといって、いきなりね、それこそ、製品がガン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 お店に並ぶわけではないです。値段は上がったけれども、商品供給率はね、去年より多分おそらく悪いですから、だから今現在ですね、店頭に並んである、価格が上がる前のね、商品を、ご購入いただくような、ね、形になりますけれどもね、急いだ方がですね、もうあっという間に多分ね、市場の在庫がなくなると思いますんで、よろしくお願いします。でね、キャプチャーですね、キャプチャーのね、今回やっぱり値上げ、1万円の値上げっていうのは結構ね、ショッキングな値上げなので、トンジギね、トンジギだとか、まあ、ディープジギング、あとはもろもろね、最近結構キャプチャー自体はね、シマノのオシアジガーなんかよりもやっぱり結構ね、人気が出てきてる商品なので、2月中ですね。で、メーカー在庫はね、正直どこまであるのかわからないですよ。それこそね、ワンアイテムあたり100、200、300ってあるんであれば、またねどん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 入荷はあるんですけれども、もう今の段階でメーカーの在庫がね、結構品薄気味のものに関しては、結局もう店頭在庫がなくなったらね、値段が上がったものを、3月以降にね、購入されるしか手段がありませんからね。ということで、お早めにね、お買い求めくださいということです。今回はですね、ちょっと簡単ですけれども、値上げのお知らせです。それでは次の、週刊ビッグゲームお楽しみに。さよなら。